はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気です。ほしです。はい、今日の動画なんでしょう。ドラえもんズが好きなどら焼き品評会来ましたね、はい、ついに。ということで、まあドラえもんズを動画出して、はいはい、まあなんかこの企画やるって言ったら、いいねが1000とか、それ超えたりしたんで、漫画ちゃんで1000いくってすごいよね。そう、相当皆さん待ってるので、皆さんありがとうございます、はい、大量のどら焼き最高。トシさんあんま知らないらしいんですけど、ドラえもんズっていうのが、なんかドラえもんのちょっと派生版みたいなね、そうそう、ちょっとスピンオフ的なの。そうそう、小学生ぐらいの時流行ったの。で、いろんな、その戦隊ものみたいにいっぱいいろんな種類のドラえもんがいると。で、ドラえもんズのメンバーがそれぞれ好きなドラ焼きの食べ方がある、うん、みんなドラえもん、はい、ドラ焼き好きなの？他のそいつさんも好きなの。そうそうそう、けど、それがいろんな食べ方があるんで、それ全部試してどれが一番美味しいかっていうのを、はいはい、決めていきます。それは黒船のドラ焼きでしょ。黒船のドラ焼きいや、今ドラ焼きかお店、お店、自由が丘に本店がある。自由価値のやつないね。そう、ちょっとドラ焼き価値店って今度買ってきてよ。それ食べたい。すげー有名。今度買ってきてよ。煮切れちゃうとかよく言われる。今度食べたい。でもドラ焼き界では一番有名になったんじゃない。まあ、有名なドラ焼きいっぱいあるけど、最近出たドラ焼き黒船っていう、ちょっと半月の形だし。黒船ってすごいね。僕と同じ一番はそういう可能性が高い。ドラ焼きから好きなやついるんじゃない。いない。ごめんなさい、そんなちゃんとしたやついないんだよ。そういうことじゃない。いるでしょ。ほにゃららしたドラ焼き、ほにゃららをかけたドラ焼きとかなんで、ちょっとだから結構危ないのも多いんで、まあ遊んでるわけじゃなくてね、これは本当にドラえもんが好きだからやるわけで、はいはいはい、まあ、食べましょうということでね。いやー、うわー。だから、まあ、今星さんがいろいろこうトッピングして、まあ、はい、皆さんにこう配ってくれるという形にしましょう、はい、ではまず、はい、最初、はい、まあ、ノーマンにドラえもん、はい、ふたらくいきましょうか、はい、まあ、ドラえもん普通にドラ焼き、ドラえもん、このベーシックをちょっとみんなで一つちょっと分けつつ食べましょうか、とりあえずね。いや、1個ずつ言ったら多分今日はえぐい食うことになるあ、そっか、そうそうそう、最初きついね。だって7人ぐらいでね。もそうね、とりあえず1人につき1個分けて、ごくそうそう、あ、確かに、何にしても結構あるけどね。確かに、手洗ってくるよ。ちっちゃめのドラ焼きですけど、私さっき手洗った。手洗ってくるよ。はい、手洗う。はい、じゃあ、1個を3人で分ける。とりあえずそうしようか。はい、じゃあこれ、あ、でも、はい、星さんが割り振れてくれんの。いいよ、私やろうか。あ、やっていいですよ。私やろうか。あ、やってくれる。これめっちゃ食べかけみたいに見えるな、これ。食べかけじゃないですからね。すんげえ食べかけに見えるけど。3等分ね、はい、え、むずくない ?3 等分。お、一番ちっちゃいやつじゃねえかよ。一番ちっちゃいやつじゃねえかよ。甘いがあんま得意じゃないから。はい、じゃあいただきます。一旦いただきますよ。うん、うまい。あ、もうオーソドックスに、うまい、うまい。あ、うまい。粒あんですか？こしあん？こしか。こしだね。おのおの、じゃあちょっとどれが美味しかったか一応メモ用にね、使っていただければ、ね、そんなちゃんと審査員やんのこれ。そうです、ジョブチューンみたいなことですから。もうこれが一番、これ一番、はい、これ一番、これ、こういうのもあるね。では次、はい、ドラザキッド、アメリカのモチーフにしたドラえもん、はい、面白い。好きなのは、うん、ケチャップとマスタードをかけたドラ焼き、これからいきましょうか。どうするこれ。何それ。まあ、ホットドッグとか、そういうことでしょう。ホットドッグの食べ方よね。これ地味に今日大食いだよね、これ。結構多いよね。結構量多いよ。あんこにケチャップは想像つかない。皮だけだったらね、美味しいかもね。多分あんこも入ってるってことだと思うんだよ、ね、あー、これドロ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 出るやん。ちょっと、おい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 、何してんの。もっとちゃんと綺麗にやるとしたらドロドロ出るタイプやん、このケチャップ。下手くそやん。美味しきゃいいんだから、美味しく。いいじゃんいいじゃん、映画館に出てきたら買う、はい、食べるよ、これ置いてあったら。食べないよ、これ映画館で食べる。ちょっとこれ美味しくなさそうに見える、大丈夫。うわうわ、いいじゃん。まあでも小麦に、まあこれ自体は合うはずですから、うん、3等分、うん、これ美味しいのか。ハルさんが調理するって言って一切一個手伝ってないようなものです。一個手伝ってない。ちょっとじゃんけん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 、最初誰が先食べるか、じゃんけん。じゃ食べようか。食べるの。かっこいい。いいな。もしあれなら2個いってもいいし。ね、美味しかったらね。美味しかったら。ちょっと逆に足してくれて。足してんね。すごいな。ああ、匂いはでもね、マスタード。まあまあ、普通ホットドッグの匂いだ、だから、そのアメリカンドッグとか。うんうん、なんかね、確かにケイさん甘いのが好きじゃないから。ああ、逆に注文される、これで。そういう人もいるんだ。全然いけてるかもしれない。なんか味わってる。てる、味わってる。まあ、下手物ではないからね。合わせて食ってるだけだから。味わってる。どうしよう、なんか。マスタードとケチャップ。あれ、うん、あんこは。あんこね、わかんなくなっちゃった。え、甘みは、甘みはどこに。甘み消えた、ちょっと。え。だから、うん、いけるってこと。アメリカンドッグの皮でこれ食ってるだけみたいな。どういうこと。ちょっと食べてみて。って言うて結構入ってるもんね、あんこ。あんこ入ってる、結構ぎっしり。ちっちゃい中には。
意外と食べて一口で食べた方がいいよもう。そうそうそう味わかんなくなっちゃうね、うん、味なんかもうあいこの味しないよ。ほんとだマスタードってなんだからアメリカンドッグの皮を、うん、これだけケチャップだね、うん、あーほんと、うん、それあれの皮だけをこれ食って感じ、うん、なんかあんこわかんなくなる。あんこいなくなった、うん、でもほんのりねほんのりどら焼き好きな人からしたらどら焼きが強いからしたらなんかどら焼きあと思って食べてるのにさ、うん、全然味しないじゃん、うん、これ あんこがなくなるからね。なくなるじゃん。なんだろう、美味しくないね。美味しくはないです。美味しくはないです。まあまあまあ、あのアメリカンドッグの皮が柔らかくなってて、そうふにゃふにゃな。で、なんかほんのり甘いなんかあんこっぽい、小豆っぽいなんかのが、うん、ほんのちょっとね。でもほとんどマスタードとケチャップの皮がかき消される。で、どら焼きっていうかは、うん、アメリカンドッグのちょっと変わった味、そっちによる。そう、うん、でもなんか思ったよね、別に食べる、うん、だからこれが好きなんだっていうのが分かる。これ中をソーセージにしたら美味しいと思うんだよ。もちろんアメリカンドッグだからね。もちろんアメリカンドッグだから美味しいと思う、うん、あでもなんかこれがやばいかなと思ったけど、うん、意外とまあ、ね、あの、うん、食えるは食えるから、うん、美味しくはないけど、うん、では次、はい、ワンドラ、はい、中国の、はい、なんだっけ、ラー油と酢と醤油をかけたどら焼き。ラー油と酢と醤油って餃子ってことか。うーわきついな、もうこっちの方がきついな。もうなんか想像するにきついよ。いい、ちょっとあ気をつけて、これドボドボって言ったらちょっとしょっぱいよ。かける量がちょっとない。かけ、ちょっと気をつけてよ。いくよ、はい、うん、何センター。いやこうじゃないの。間違えちゃった。いやセンター。いやなんかふわって広がると思ったらスーから。センターすごいスーから。ちゃスーから。こうちょっとさ、こういくと思ったの。こういくと思ったらパンケーキみたいにね。スーからパンケーキみたいにシャーっていくと思ったら、じゃもうちょっといって、ちょっとあーあまあ怖いかかってる。怖いよこれ。でもスーあんまかけないよね。スーあんまかけないよ。少ないもんね。まあでもスーごまかす作戦もあるからな。いやでも酸っぱくなるよ。うわあ、大丈夫かな。ここだけかかってないから。怖い。ここだけかかってない。ラー油もかけすぎないんでね。辛いから。ラー油ってどうすんのこれ。まあまあちょっちょっちょ。いやーきついな、もう想像するにきついよ。ちゃんちゃん、もうちょっとか。ああ、いいじゃんいいじゃん。あ、なんかこう、あ、おしゃれ、かわいいかわいいかわいい。あ、かわいいかわいいかわいい。かわいいかわいいかわいいか。こういう中華料理ありそうだもん。くせ。ラー油くせ。ラー油くせえな。やべえ、ラー油くせえぞこれ。はい。あら。絶対美味しくないよ。うーわ。ちょ、こうかかってないとこはちょっとダメ。これは。それきずるいから。ずるいから。そうしよう、ちゃんと。うん。こうして。うん。ああ。うわ。うん。うわ。じゃあ食べようか。はい。お、一番やばいとこ行った。やばい、偉い。え、勇者やん。どうして一番かかってないか。うわ。テンション上がってんじゃん。いやハイになって、ドラヤキーズハイになってんじゃん。ドラヤキーズハイ。うわ、いよいよ餃子。さっきと同じ現象起きんじゃん。確かに餃子の匂いする。匂いはね、餃子なのよ、まあ、結果だから。確かにそうか、小麦にこれかけてるから。食べて。いやそうなるよね。だって餃子もああやってかけないよね普通。やばい、さっきからやばい。待って、これやばいぞ。やばいぞ、これやばいぞ。え、これ見た、これ見た後、見た人食べる。これやばい。やだ、やだよ、ね、俺。怖いよ、もう。お水飲んでる。怖すぎだよ、あんな高級見た後食べる人。ちゃんと飲んでる。出さずに飲んでる。偉い。いや、ちょっと待って。じゃあ俺ちょっとあーちょっとね、味わわない。いや、一気にしてやばいわ。高橋さん、一気にいった方がいいって。餃子だ、分けちゃった、つらい。餃子好きじゃん。でも餃子めっちゃ好き、マジで。じゃあ餃子だと思って食べたらいい。そうしよう、一回餃子、これは餃子、私は餃子を食べます。王将最高、王将最高。はい、もう一個あるよ、もう一個あるよ。うわちょっとどんな味なの教えて。なんかわかんない、なんて言えばいいんだろう。まずい。最初はもう本当に餃子の時の感じなの。あの頃、そう、餃子の、あの最初のさ、餃子の感じ。醤油と酢とね。そうなんだけど、でピリッとね、なんか甘さがウエってきて、ウエってなる。であとこの結構ウエってなってる。やっぱこの生地がふわふわな分、そのそうボロボロになるのよ、水分吸って。それがなんか余計じわじわと、なんかじわじわと、うわタレが、これはダメだ。食感も最悪。
あ、これダメだな。一口でご飯さん。はい。でかっ。うわぁ。水水。お茶、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 お茶。お茶、お茶飲んでいいよ。ん、ん、お、ん、え、おめ、美味しそう。ん、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 なに、で、なんで入ってる。そう。俺、さっきよくダメなんだけど、俺。うん、もうダメだわ。あれ、さっきよくはダメ。はい、さっきよ。平気なの。ラー油の味が意外と美味しい。マジか。気持ちよくなってきちゃった。やばいかも。うん、なんか変。では、次ね。これはね、なんもないんだけど、ドダニコフ、うん、ロシア。あ、こちらはですね、なんとドラ焼きなんですね、普通に。ただ丸い形をしているので変身を避けるため、うん、人前では食べないという枠で、狼になっちゃう。はいはいはい、狼人間みたいなね、キャラだからね、うん、だからちょっとおじさんだけちょっとそこに隠れて一瞬だけね、食べてもらえれば。え、どう、狼なので。やんないわけにはいかない。それもやっぱやんないと。食べたら狼になるの？人前で食べちゃうと丸いもの見たら狼になっちゃう。わーって。月と一緒で。そうそうそう。ちょ、食べてるリアクションないもんね。だからこのカーテンの後ろで狼になって、うわーって食べてなってくる。ちょっとじゃあ1個持って。今やるの？これをかけてないのに。かけたやつを何もかけない。え、やるの俺。一応やんなきゃ。だって怒られる。あ、何もなくていいのこれ。これ何もかけない。おじさんドラ焼き好きだから今見ちゃう。あ、みんなの前で見ちゃうと狼になっちゃうから、狼にならないように、狼になってこれ見ないで。どうすんの。そう、ちょっとだからこれ映んないようにね。おじさん外、お前映んないようにね。映っちゃうから。はいはい、これで、はいはい、ここ行って、ここ行って、みあ、みんなに見えてないから大丈夫だ。これなら食べても、狼男になっても大丈夫だ。いや、おいしいっすか。おいしい。青髪になっちゃった。っていうのがドラニコフ、ね、っていうのが終わり。あ、終わりだ。終わり。一キャラ終わった。あ、終わった。これ。これいいよね。次。はい。ドラメッド3世。うん、サウジアラビアの曲。はいはい。なんだっけ。こんがり焼いたとか焼き。あ、おいしそう、おいしそう。これはだ、ちょっとフライパンでちょっと焼く。最高、焼こう、焼こう、焼こう。焼こうよ。フライパンで焼こう。で、焼こうか、せっかく焼くね。焼こう。これ一番うまいよ。なんで今までそれに気づかなかったんだっていうぐらい。絶対おいしいでしょ。はい、焼き上がりました。シェフみたいな。シェフみたいな。ヤバシェフ来たけど。はい。あ、え、なんか見た目は全然。見た目は一緒。一緒だね。別にだって、もともと焼いてるもんね、これ。確かに。ドラ焼きだ。トースターだからね。トースターでちょっとこんがり。温めたって感じ。じゃあ行っちゃっていいかな。サクサクって落とすんじゃない。おお、いいじゃん。おお、未だかつてない。いいじゃん。うまそうな予感がするぞ。おお、すごい。ほら、いいじゃん。硬い硬い硬い。本当だ。いただきます。おお、一番いいじゃん。いただきます。熱いかも。熱いかも。熱くない。うまい。うまい。うん、うまいんだ。めっちゃうまい。うん、食感も変わっていい。優勝だよ。嘘、めっちゃ優勝。優勝。皮がちょっとクッキー感が出てくるというか、で、中はふわふわのままだから。これだ、これ。うま、これ。これ両面焼きたいね。今上だけだったけど。確かに。もう両面カリッとしたよ。これはうまいよ。あー、最高。終わりかな、今日これ。じゃあ判断すればいい。終わりにしよう。まだあと3つぐらい。3つある。3つもあるの。3つ、4つあります。これ優勝だもん。これないよ。これないないと思う。よっぽどがない限り。はい、次、エルマタドーラ、スペインですね。はい、本当は闘牛の剣で串刺しにしたどら焼きなんですけど、まあちょっとそれやる、あんま意味がね、ないので。でも実はこれ、初期の漫画ではどら焼きにオリーブオイルをかけてたこともあるということで、オリーブオイルどら焼き。まあまあ、まあまだね。もうちょっとやっていきたい。そんなに、そんな、まあオリーブオイルはそんなにな、なんか邪魔にはならないね。まあそうか。美味しいかどうかって言われたらかけなくてもいいけど。うん、これもう食べなくても判断できるな。いいか。想像つくもんな。いいかじゃん。いいか。あといいかもしれない。サウジアラビア。サウジアラビア。そうだね。一回焼こうか。一回。いらない。これかける必要もない。確かに必要ないからな。すごいことになって。なんでそうなる。そうそう、いける。なんで壊してやるの。やばいよ、これ。いや、開かないんじゃない、これ。確か開く。引っ張れる、それ。それ。あ、切れちゃうよ、これ。続けて終わりよ。あ、こうじゃない。俺が悪いみたいになってんじゃん。いやいや、そうなんでしょ。もう闘牛の代役したんで、それが。あー、切れちゃった。
終わった終わった命綱切れた命綱切れた命綱切れた終わりました。終わったかも。終わりなんだ最後オリーブオイルであの音聞かないよね包丁は包丁包丁は工事始まった。オリーブオイル開けるはい、とりあえずオリーブオイルをケイさん無理やり開けてくれたんでかけます。おいしそう。ハチミツみたい。ハチミツみたい。本当だ。おいしい、おいしそう。あ、ハチミツみたいだよ、これ。ここまではいいよ。うん。今までで一番いいよね、これは。大事。これだけで食べる気になるの。さっき酢やばかった。あ、でもビジュアルよかったよ。よくない。真ん中に醤油丼ってさ。すげー染み込んじゃう。ジュワーってね。はい、いただきます。どうぞ。香りしないぞ。しない、しない。悪くないでしょ。どうちょっと湿った後焼き。ん、何、味もしない。何の変哲もない。濡れたどら焼き濡れどら焼きね。あんま食べたことない。濡れどら焼き、うん、濡れどら焼きだよ、うん、味は変わらない。でオリーブオイルだね。本当だ。オリーブ油って書いて濡れどら焼きだまあ濡れせんべいとかあるからね。うん、どら焼きを濡らした。いや全然美味しいんだけど、うんうんうん、オリーブオイルは消されるね、うん、結局香りは、うん、あんこが勝つ、うん、って思ってこいつも最初かけてたんだけど、うん、途中から闘牛の剣刺した方が美味しいなってなったんでしょうねオリーブオイルよりわけわかんないけどね。闘牛の剣刺して味変わんないから、ね、ちょっと剣のその鉄分が来るのか、来るのかもしんない、うん、じゃあ一応ドラえもんずっと押しては次がラストです、うん、あとね、はい、別キャラが2組ぐらいあります、はい、ドラリーニョ、ブラジル、ブラジルドラリーニョ、はい、タバスコをかけたドラリーニョ。おい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 、罰ゲームだよそれはだってそうでしょ。罰ゲームだ、そんな大変かけなくてもいいですけどね。これは罰ゲームだね。辛いね。ちょ、タバスコでもアホほどまずくなるのかな。まあ、あの、やっぱ酢醤油かは平気なイメージね。染み込む気はしないよね。確かに、うん、タバスコ自体が俺そんな好きじゃない。俺タバスコはめっちゃ好き。あ、そうなの。ピザ、ピザとかめっちゃかけた。じゃあ全然いいよ。何そんなお決まりやめろやめろ。じゃあ分かってる。忘れてた。忘れ分かってる。分かってる。分かってる。どんぐらい？まあまあ、一瞬でに。一人一滴でさ、三滴、三滴。ああ、まあ一滴。一滴じゃないでしょ。え、ちょっと待ってよ。ああ、怖い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 。ああ、やってな。二滴ずつ？二滴ずつぐらいね。でセンターに入っちゃう。じゃあ、まあちょっと控えめにはしたよ。うわー、匂いがすごい。でもやっぱ醤油と違って、うん、染み込まないのがいいですね。やっぱ、うん、いやー一気にバッてね。今日一番かかってるところでいいよ。おー、うん、タバスコ好き。タバスコ好きだね。うわー、うわー、目がないね。スキピちょっと、あー酸っぱい。ちょっと開いてみて、怖い。高橋さんのリアクション。タバスコが好きかどうかじゃない。あー美味しい。そう、うわー違う、美味しくない。いや、そりゃそうだよ美味しくないんだよ。あー、しかも結構辛いわ。うわ、まずっ。これはまずいわ。ケイさんも平気だ。ケイさん、タバスコかさ平気なんだ。うん、タバスコは大丈夫。ピザにも行けるから。おこれもう、喧嘩しまくってるよね。うわ、これまずい、ね、まあでもまあね、まずい。なんか酸っぱいのと辛いのがシュワーン、酸っぱ辛いし甘いし、まずいそれがいいハーモニーだな。ハーモらないまずい、全然ハーモらない。微妙だね。合唱団微妙だ。微妙だね。悪いやんだ。悪いやんだ。悪くはないじゃん。じゃあ食べられんじゃん。じゃあそれだと微妙だと。じゃあさっきのやっぱね、醤油酢のラー油が衝撃的すぎて気持ち悪くなった、うん、あれが一番やばかったか。これまずい。これもまずいけど、ジョブチューンこの3人いたら嫌ですね。ジョブチューンの醤油いいこと言わないいいこと言わない と評価するのは素人そうだし、すごい衣装そうな3人座って。じゃああと2つ。はい、2つも結構食ったな。何個食ったの。結構食ったよ。結構食ったね。もうお腹いっぱい。大食いの日だよ今日普通に。結構食ってるよ。え、映画だけドラパン、はい、怪盗ドラパンね。怪盗ドラパン、はい、カマンベールチーズ入りドラ焼き。まあそれは期待は高いよ。まあ本当はあんこ入りは食べられないか抜くんですけど、まあ、あんこあってもいいかな別にね。あんこ抜こうよ。え、抜いてもいいですよね。でも抜いた方が美味しいのか。
でもおいしいよね。ただのピザみたいなもんやろ、ね、そうだよね。じゃあそれ、じゃあそのキャラ通りにしようよ、せっかくなら。これこそ焼きたいね、焼きたい。ちょっとちょっと溶かしたい、本当はね。ね、うん、本当とかないわね別に本当はね、わかんないけど、そのドラマンのこと本当って嘘とか知らんけどマーク抜いてもいい。一人一人一気で、え、わ、ちょっと多いな、多いか、それ多いな。チーズ嫌いだから1個1個でいいんじゃない。チーズ嫌いなの。火とない、チーズ嫌いなんですよ。あ、そうなんだ、俺大好き。まあまあいいよ、みんな1個食べたい人食べないよ、じゃあ。まあまあ、とりあえずこれ入れて切るか、うん、そうだね、じゃこれちょっと調理するじゃあ、はい、うん、高橋さんすげえよ。え、何が。いや、パスタにこれかけるだけでもすごい。いやいや、それは別にそれは美味しいよ。ペペロンチーノこそタバスコじゃん。美味しいよ、ピザとか美味しい、ね、美味しいよ、うん、美味しいよ、うん、はい、避難5号でしたね。すごいびっくりした。タバスコを批判したらめっちゃ入ってきた。反撃エグかった。普通になってこんなのなかなかないから。あ、そんな食えんの。あ、もうこれが食えんだよ。俺好きなんだよね、俺好き。ウィッツとかに乗っけたいもん。美味しい。何を食べる、これで。何を食べる、このまま食べる、このまま食べても美味しい。苦手な人無理かもね。チーズがね、一番チーズだよね。一番チーズ、確かに通った方が好きだな、チーズは。そうか。あ、なんかもういいじゃん、いいじゃん。スイーツみたいになって、スイーツみたいになって、マリトッツォの偽物みたいな。あ、偽の偽、マリトッツォ。確かに。どういけんねこれ。切れる、やってみて。切れそう。やってくれはしないけど。でも結局全部俺やってる。星さんがやるっていうあれどこ行ったの。これ美味しいと思うけどね。これ美味しい。あんこないんならね。うん。見る？うん。これ絶対美味しいからね。これうまいでしょ、こんなの。やべえ。断面がうまそうだね。あ、いい。置いた？どう？うん、うまい。うまい？うまい。うまい？マジ？めっちゃうまい。黒船？うまい、うまい。新しい黒船だ。新しい黒船。怒られて黒船。うん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 。うまくない？うんうんうん。わあ、これ1位どれになるか結構。あ、うまいな。生地がちょっと甘みがあるから、チョコレート甘さって最高。うん。最高が、最高いただきました。何回も食べれるよね、もう1個あっても。うん。え？そんな絶賛する？ 10 個とかもね、食べれる。食べれる。食べれる。これ。チーズが違うかもしれない。微妙だ。もうチーズが嫌なんだよね。カマンベールがチーズ嫌いには多分たまんないよね。ちょっと火取ってやっぱきついね。ではラスト。はい。混ぜ食べる。ジェドーラ。うん。出たジェドーラ。お菓子職人のキャラです。はい。あ、美味しそうじゃん。生クリーム入りどら焼き。もう全然美味しいじゃん。売ってるもん。食べなくていいよ。売ってるよ。分かる。売ってるもん。もう美味しいやつ。もうこれやんなくていいぐらいだよね、これ。でもやった方がいいよね。まあね。まあね、星さんがまだ作ってくれる、今回星さん作ってね、今回もじゃねえよ。まだ作ってないの、この人が。なんで俺なのよ、さっき。これで終わりだから。終わり、そう。はい、これラストね。最後は高橋。はいはいはい、わかりました。こんな優勝か。ただ勝負やもんな。もう分かってるもんな。ただ甘すぎちゃうんだよな、個人的にはね。そうだね、個人的にはですよ。確かに洋物だからね、これはね。まあでも、まあ美味しい、美味しい。洋物？なんていうの、オラルトビド。俺のその一ミスの揚げ足を取らないで。もう引退です。クビになっちゃう。交代しようよ。やばいってそれ。はい、はい、いいじゃん。あ、これうまいわ。あ、ほらほら、映える確認したよ。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、でもこんな感じで、というかもね、あるでしょ、それは。いいじゃん、いいじゃん。全部高橋さんけ、全部俺やん。写真も渡され、これも作り、いいじゃん、いいじゃん、じゃねえよ。やれよ、ちょっと。いいじゃん、いいじゃん。なんだよ、いいじゃん、いいじゃん。こんなうまいでしょうが、そりゃ。うまいでしょ。はい、いただきます。いただきます。うまっ。だから、うまい。今までのがひどすぎたな。うまいわ。うまい。なんこれ。いや、でも、落っこってあんこ拾いに来た。うまい。なんこれ。うまっ。うまい。
ではじゃあ、うん、お前一人一個でいいのかな、冒頭で行く、冒頭でじゃあ行こうか、これも一斉の人にパッて言ってえ、名前じゃなくて何言えばいいの、ああ、じゃあちょっと今、おさらいしよう、おさらいしよう、名前は出てくる、あ、じゃあ名前言った方がいいかね、せっかくのね、うん、キャラね、キャラ名よ、まず一つ目はドラえもんですね、うん、ノーマルのドラえもん、はい、が次、ドラザキット、うん、これ何、ケチャップとマスタードをかけたドラえもん、ドラザキットね、はい、え、ワンドラ、うん、ラー油トースト醤油をかけたドラ焼き、はい、分かったな、で、ドラニコフ、うん、これドラ焼きで丸い形をしてるから炎症を避けるためあるぞ、これ1位人前で食べないドラ焼きで、ドラメット3世、うん、こんがり焼いたドラ焼き、ドラメット、ドラメット3世ね、ドラメット3世で、エルマタドーラ、オリーブオイルをかけたドラ焼き、うん、まあ本当は串刺しなんですけどね、はいはい、で、次ドラリーニョ、ブラジルでタバスコをかけたドラ焼き、ドラパンが、ね、カマンベーチーズ入ったドラ焼き、ジェドーラ、お菓子職人パティシエで生クリーム入りどら焼き、はい、はい、じゃあそのキャラ名を一斉のせいで言って、はい、まあ多かったのが1位ということでね、はい、はいはい、決まりました、はい、はい、では皆さんの選ぶ1位発表お願いします、はい、せーの、ドラパン賛成、ドラパン、ドラパン、チーズ、ドラパン、チーズ、おー1位、ジおい、もう一回食べたいんだよ、あ、そう、まだあるし、で、2人は、俺らはドラメット賛成、こんがり、こんがりだった、いや、美味しかった、そう、正直これと悩んだの、やっぱりその生クリームと、生クリームこんがりだと最高なんじゃない、え、最高だと思う、いや、生クリームは、いや、多分食べたことある、あるね、あ、こういうのどっかで食べたことあるから、はい、その、あ、美味しいんだけど、まあその既視感というかね、あるね、ただやっぱこんがり焼いたドラ焼きは食感がちょっと忘れられないぐらい、そんな美味しい、うまかった、うまかった、食感あれうまかったね、ということで一応 OSP としては、まあね、こんがり焼いただいて、ドラメット賛成、まあ、美味しかった、いやー楽しい回でしたね、楽しいね、じゃあワーストはワーストワーストじゃあ発表しよう、うわちょっともう、まあドラ焼きの名前でいいですよ、じゃあ、はい、覚えてなかった、はい、せーの、わー醤油のやつ、醤油のやつタバスコ、あ、タバスコか、タバスコなんだ、まあでもそこからここだと、あ、タバスコも俺もそんな広いんだ、タバスコは苦手だからかもしれない、やっぱ酸っぱいが合わないね、酸っぱ辛い、だ酸っぱ辛いじゃん両方とも、ダメ、酸っぱ辛いと甘いが合わさるともうぐちゃぐちゃになるね、あ、確かにワンダはちょっと普通に食べてたもんね、美味しいって言ったもんね、まだ美味しいとは言ってないもう一回食べたいって言ってたっけ、もう一回もダメだはい、分かったね、酸っぱ辛いが甘いと合わさると、ね、あのちょっと、ね、きついなっていう、ね、一番染み込むのは、まあ、醤油っていうのもあるんですよね、ボトンっていたもんねもうジュワーいかないのボトンね、白でも同じ液体でも、ね、すごかったよな、いいコメント最後に、もう一個同じ液体でも同じ液体だけど不思議だね不思議だね科学チャンネルね、科学チャンネルやってますね、はい、はい、いいです、こういう企画もね楽しいですね、いいね、ちょっと漫画系のこの食べ物系も ね、うん、ね、またこういうの見たいぜって方ぜひ声からお願いしまーす、うん、はい、今日ここまでです、最後まで見てくださいありがとう、ぜひチャンネル登録お願いします、メインちゃん食べちゃんも見てください、明日も楽しみ、またね、星さんどら焼き作ってください僕たち、お願いします、海賊団と申します。